消えなさい、この世ならざる者。あなたが元いた不浄の世界へ帰るのです。行け行け、やっちまえ。この力、間違いなくどちらも巫女様の力だ。世界中の祝福を束ねたかのような。相手はもう何もできません。こんな小娘どもに。諦めた？いや違うわ、このマナは。気をつけて二人とも。どうしたんだムム。奴よ、奴だわ。ずっと世界に気配を感じないからどこにいるのかと思ってたけど、やっぱり契約して影に潜んでたのね。そして母体が乗っ取られたとしたら。そうとも、我が力未だ尽きず。この者を支配した時、契約竜もまた我が下僕となり果てた。そちらが奇跡を重ねるなら、こちらも闇をさらなる闇で染め上げようぞ。厳厳せよ、闇竜ゾディオーク。闇竜だって。じゃあ父上の契約竜は。伝説の六竜、最後の一体ゾディアーク、今も王家に貸し付いていたのですね。巫女どもよ、闇竜の誇る膨大な闇のマナ、貴様らに受け止めきれるか。積年の猛襲は何人たりとも消せぬ。行け、闇竜よ。気を失ったか。我が傀儡の力、思い知ったであろう。さて王子よ、しばしの別れだ。我は先に恒例の展覧に向かい、そこで待つ。かの展覧にて何が起きるか見届けに来るがよい。拙者、拙者。どうしよう、拙者すごく苦しそうなんだよ。あのまま放っておいたら。まさか
闇竜ゾディアークごと乗っ取られてたなんて。本当に勝てるのかよ、あんな奴に。おい、蹴をされるな。これで一巻の終わりってわけじゃねえ。追いかけようぜ。その通りだ。まだ完全に希望が絶たれたわけではない。そっか、そうだよな。一番辛いのはこいつなのに。俺たちが落ち込んでたら。王子、行こうぜ。リュカ、みんなありがとう。そうだな、俺は諦めない。絶対にゼッシャを取り返す。